毎度どうもです。今回が私の動画初めてという方、これからよろしくお願いいたします。今回は政党支持率 FNN プライムオンライン2021年8月23日内閣支持率 32.1% に下落、政府のコロコロリン対策評価しない 70.4%、 FNN 産経合同世論調査2021年8月、調査期間が8月21日土曜日から22日の日曜日、菅っち叩かれまくってボロボロになっていることは周知の事実なので、これは割愛してどの政党を支持するかを取り上げます。自民が 33.5%、 立憲が 6.6%、 公明が 3.5%、 共産が 2.4%、 維新が 3.0%、 国民が 0.6%、社民が 0.4% 以下、割愛。角丸枝野を率いる立憲が 6.6% と一桁台なのですが、でお友達から画像が送られてきて、その画像を載せるわけにはいかへんねんけど、昨日の多分日曜日の夕方のフジテレビのニュースで、次の首相にふさわしい人、角丸枝野幸男が 4.3% で1位になってて、はぁやねんけど、続いて岸田文雄さんが 3.5%、 そして現首相の菅っちが 2.5%、 先月から 9.1% 急落って書かれてて、次に高市早苗が 1.5% で、下村博文 0.2% ってなってんねんけど、なんで角丸枝野が1位なん、意味わからん。高市早苗さんの温度差がすごいね、面白いね。高市早苗さんはもともと左の翼として登場してるので、私は全く信用してないんですけどね。で、最初の報道に戻ります。 FNN プライムオンラインの次の首相に誰がふさわしいと思うかっていう調査で、ここでは石破と河野太郎推しなんかな。まず書いてあるデータ、名前順にいきます。これあいうえお順なんかな。安倍っち前首相の、安倍っちの名前を言うとなんか黄色に反応しそうやから言わへんねんけど、 8.6% で、ゲルこと石破が 15.5% で、角丸枝野が 4.3%、 加藤勝信が 0.5%、 ちょっと笑ってしまうわ。岸田文雄が 3.5%、 河野太郎が 17.9%、 小泉進次郎 11.4%、 下村博文出る言うてはるね、0.2% で、菅っち菅さんは 2.5%、 高市早苗が 1.5%、 あら、インターネット上とまた違うのね。西村康稔が 0.3%、 西村さんティグレやから低くてよかった。で、野田聖子が 1.1%、 茂木敏充が 0.8% で、この中にはいないで 22.0%。 この名前は用意した名前やねんな、わからない、言えないが 10%。 文字に書き出したいんですけどね、それやってるとね、またなんかややこしいことになりそうって。もう一度言うとくね、石破が 15.5%、 河野太郎が 17.9%、 小泉が 11.4% で、今めっちゃ持ち上げられている高市早苗さんが 1.5% で、立憲の角丸枝野が 4.3%。 こういう調査って新聞だったらデスクっていうのかな、その担当の一番偉い人、テレビだったらプロデューサー、プロデューサーの意向で何とでもなると思って間違いないねんで。私は戦時中までに書かれた、出版された先人の書で歴史の真実を探って、 Amazon Kindle 電子書籍で出版してきたからめっちゃ強気に言ってるんですけど、この世の中は常にどこかが揉めてないといけないようにされていて、資本主義、社会主義、共産主義、この3つの主義は世界を牛耳る大きな勢力が作りました。揉めさせるために作ったようなもので、資本主義は常に共産主義や社会主義と戦ってないといけない。資本主義だけが自由に楽しく暮らせて、社会共産は常に恐怖支配、辛い思い、痛い思いしないといけないようになってます。この世の中にはあっちこっちに石化工作員っていうのがいます。石化っていうのは思想を共産主義に変えること、動画ではトモさんって言ってるんですけどね。
これらの言葉を連呼するとまたややこしいことになりそうなんで、この3つの主義は世界を牛耳る大きな勢力が作りました。角丸枝野率いる立憲はもともとミンス、あの悪夢の、いや現実地獄やったやんかいさーのミンス政権のミンス、今は立憲と国民に分かれていますが、ミンスは社会党の連中が紛れ込んでるからダメなんだって言われていました。社会党は国際組織、社会主義インターナショナル、動画では社会の窓主義インターナショナルってわざわざ窓つけて連呼してるんですけど、社会の窓主義インターナショナルの副議長を務めているのが日本にいて、それは社民の福島みずほさん、福島みずほさんの推し派にあたる土井孝子、あの人北の金ちゃんの国の英語のサイトで金ちゃんじいさんイルソンとツーショット写真が載るような女でした。で中の国でめっちゃ活躍してたんですよ。南の京って書くところの記念館行ってみたりね。で北の金ちゃんの国が拉致なんてしてないって言い張って、ジョンイルがそれを認めたことで土井孝子は落選しました。北系の人やねやろな。で日本共産党と中国共産党は同じ組織で、国際共産党コミテルって動画では言ってるんですけど、正式名称コミンテル、そこの一支部同士で同じ組織なんですね。世界各国の共産、共産は一支部同士、コミテルはもう消滅したことになってるんですけど、コミテルの指導団体がまだあります。それは自由なおそうめん屋さん、自由なおそうめん屋さんが世界を牛耳る大きな組織。ちなみにアメリカの大統領はおそうめん屋さんのお眼鏡にかなった人しかなれない仕組みになっております。おそうめん屋さんの本拠地はイギリス。女王がどうのとかよく言われてるけど、王室にある女性が入り込んでからおかしくなってるって先人の書に書かれてあったんですけど、そこを詳しく言えません。言えんねんけど YouTube 的にまずいので言いません。あの悪夢のミンスは国家の主権を移譲するって公式のホームページに書いてたんですよ。日本国の主権をどこに移譲しようとしてたんやろね。多分中の国やと思うけど、国際共産党に言われてるような気がしてならぬ。ミンスの議員は労働組合の組織票で送り込まれてくるあったりすったい議員なんですね。労働組合は労働者のための組織ではなく国際組織、万国の労働者を団結せよ言うて、赤い勢力の工作員たちは常にその場を混乱させて破壊に導くことを使命として動いてはんねん。だから労働者から会費取って束にして暴れさせんねん。我々日本国民にとって残念ながら自民しかないのよ。で菅地がちょっと頼りないとか不甲斐ないとか思っても、菅地に今んとこ頑張ってもらわなあかんねんって。